大山綱木は、江戸時代後期の薩摩藩の鹿児島城下市。大山綱政の養父で、その妻セリコの実父、大山岩尾の祖父。江戸芝の薩摩藩邸お広じ期御用人。島津一四川。島津成陽期時代の側用人である大仙津などの、次男。価格は初め、お小う与の地一大骨外。薩摩藩鹿児島城下で大仙綱道の次男として、誕生する。 分家して、一家創設。なお、分家時期については不明。文政4年の、鹿児島城下名サイズに、大山彦八とある。この頃にはすでに分家して、現在の鹿児島市梶冶屋町十番地にあたる地区に住んでいた。江戸芝の薩摩藩邸お広じ期御用人を務める。天保5年8月20日。 芝薩摩判定お広時期御用人に在職中、江戸の薩摩判定で病没した。大山岩尾の祖父であるが、原水公爵大戦はでも死去以前については、詳しいエピソードが出ない。また、幕末に、江戸芝判定が焼き討ちされた時に、江戸での薩摩藩の公文書が焼けているので、公の資料では、江戸での仕事の詳細についてはわからない。綱木は、死去時には、 お広時きご用人であった。この職は、藩内の赤地は22番目であり、父が、側用人になる前の職湘南土頭取より一つ、下の赤地であった。また、この職は湘南土頭取や、側用人同様に、自家れであったので、死去当時の綱、たけしの価格は一大骨骸であった。札明らか誇張参照。ありがとうございます。